こんにちは天海祐希です今日は皆さんお越しくださいましてありがとうございます、えー、ゼニ天堂の店主紅子さんを演じました、えー、後ほどもお話しさせていただきますけれども3時間ほどの特島メイクをしまして、えー、とても楽しく、えー、<laughs> ドキドキしながら、えー、撮影しましたあの今日ご視聴してますけれどもあの。 ちびっこと言いましてもあのちゃんとしっかりとしたお芝居をしてくださいましてそしてまた中田監督の元みんなスタッフキャスト一同みんな一丸となって頑張った作品ですぜひ皆さんに見ていただけたら嬉しいなと思いますどうぞよろしくお願いしますバンカテンタさんお願いします,します、えー、水野雄太役を演じましたバンカテンタです、えー、僕も雄太と同じで勉強がちょっと苦手で 出るところが分かったらいいなって思いながらそのままのユウタを演じたすっごいいい作品になったと思うのでぜひ皆さんも見てみてくださいお願いします,ますなんか知らない駄菓子もう置いてあってこれ食べたらどんな効果があるのかな欲しいなって思いながらもうやっててやっぱついつい食べたくなっちゃうような駄菓子がたくさんあって もう全部欲しくなっちゃいました本当にちなみに何を一番全で食べたかったこれれ本当に欲しいなへえやっぱりその本編で分かった山缶詰が試験がねそうテストの答えが分かるなんてもう夢だから本当ですよ今まで今まで一番良くなかった試験算数何点だった算数は正直言うと 30点ぐらいそか新しい人が出てきて、うん、この人はどんなお菓子を買うのかなーってわくわくしながらなんか楽しめる映画ができて嬉しいなーって思いました、うん、自分の出番見てどうでした自分の出番、うん、映,画で映画は、うん、なんかこんなにいっぱい出てくることはもう初めて、うん、だから、うん、こんなふうに出れんだなーって。うん <laughs> なんか自分がちょっと褒めれるような褒めれるような場面がたくさん出てきて嬉しかったですねお前さんバンガさんいかがでしたいやもう <laughs> あのす私すごく印象に残っているのが <laughs> 最初のリハーサルの日で すごい緊張したんだよね<う>、一緒に。緊張してね、あのリハーサルルームで、一応こう、あのセット、こう、組み、組み立てて、というか。ここにテーブル置いて、ここにこういうふうにありますって、監督がいろいろ説明してくださって、みんなで動いてみたんですけど。普通の顔してるのに、ものすごい緊張してたみたいで。き <laughs> 汗がとか言ってて。き汗。すごい。もう汗、ね、手汗とか、き汗。もう緊張しまくってて。緊張してる素振りがなかったから。 いやそんなに緊張してたんだと思って <laughs>、うん、でもそこで緊張したせいか本番はねドンとドンといけましたね、うん、バッチリやったいい顔いっぱいしてるんですよそのお子さんたちが <laughs>、うん、はい負けられないと思ってね <laughs> いっぱいこうつけてたんですけど <laughs> <っ>その銭天堂をアニメで見てて、うん、その次の配信が来るまでまだかなまだかなって待ちながら見ててそれで面白い 会があるとそれをずっと家族と見たりしてましたね本当、うん、まさか自分がやると思わなかったでしょう。本当ですね、うん、この見てたやつに出てたのはすごい嬉しかったですねゼニ天堂のどういうところが面白くて好きなのやっぱゼニ天堂は気まぐれで来れるっていうのがいいとこでなんか絶対に来たら絶対に叶っちゃうけど その気まぐれで幸運を叶えてくれるからいいのかなって思ってるところが好きですね。